皆さんこんにちは、ハメンの池持です。本日ご紹介いたしますのはこちら、レスザンヒューマンの新作アンダーリムマッシュを本日はご紹介いたします。使い勝手もいいスクエアのレンズシェイプ、そしてアンダーテンプル気味にカクカクっと切り上がっていくギミック感も魅力的なアンダーリムに仕上がっております。ここつなぎ合わせたところにですね、一色色を変えることによってアクセントを作り出しているというデザインになっているのも特徴なんですけれども、ブリッジ部分もチタン製のプレスを駆使して作っているという立体感も感じさせる作りに仕上がっているというのも特徴になっております。丸みを帯びたちょっとポテッと厚みがあるんですけれども、かけてみるとそこまで主張しすぎずに非常にバランスの取れたアンダーリムになっております。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このようなサイズ感のアイテムになっております。正面から見ても非常に使い勝手のいい魅力的なアンダーリムです。そしてこの横側のこのカクカクっと上がっていくこのギミック感、非常に魅力的なアンダーリムになっているんじゃないでしょうか。特にこの一色を変えている部分、ブラックに関してはこのカッパーゴールドのようなどこかラグジュアリー感も感じさせるような仕上がりになっているのも特徴になっております。このブラックの使い勝手の良さ、そしてどこかちょっと高級感も感じさせる色合いの組み合わせ、非常に魅力的な仕上がりになっているかと思います。他カラーもご覧いただきたいと思います。こちらの方はパープルなんですけれども、この部分、お分かりいただけるでしょうか。グリーンカラー、ちょっと角度によって影になるとグレーにも見えるカラーなんですけれども、グリーンを一色入れているというカラーになっております。どこかエヴァカラーを思わせるようなカラーになるんですけれども、好き嫌い分かれるかなというところなんですが、正面からはかけてみますと意外と使い勝手のいいカラー、そして横顔でこの鮮やかなパープルが印象的になるという魅力的なカラーになっております。このグリーンの部分はそこまで目立たないかなというところなので、ちょっとさりげなく使っていただくというようなカラーになっているかと思います。男性の方でもこういう印象的なカラーお好きな方には魅力的に感じていただけるかと思いますし、女性の方も非常に使いやすいお色になっているかと思います。そしてもう一色印象的なカラー、ホワイトを今回ご用意しております。このクリアレッドの色合いとこの水色のアクセントのある色合い、どこかメカニックな、ガンダムをちょっと彷彿とさせるような色使いなんですけれども、かけてみますとこれが不思議と意外と使い勝手のいいというホワイトカラーのアンダーリムになっております。ホワイト系のアンダーリム自体がちょっと少ないかなというところの中で、かなり印象的な色使いなんですけれども、個人的に非常に注目しているカラーになっております。通常のカラーのアンダーリムではもう物足りないなという方に、このホワイトのマッシュとても魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。楽しいカラーに仕上がっております。本日ご紹介させていただきましたのは、使い勝手も良好な魅力的なアンダーリムマッシュです。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。